すごいいい条件もらったんですかね。いや、チェーン追上があったんですよ。いや、いい話が出ましたね。ハヤトが1個下、うん、菅野が2個下なんですよ。よし、今日は飲むぞみたいな感じで、うん、バーンってなった時には、ハヤト、割り勘な、って言ってました。さあ、ジャイアンツですけど、はい、FA で巨人行きました。はい、これはどうですか、巨人。もうすぐに声、はい、手を挙げてくれたの。そうですね。ジャイアンツが一番最初に、手を挙げてくれて、うん。いくつですか、あの時。29とかです。でも先発でもうしっかりやってくれということで。はい。はい、まあ、すごいいい条件もらったんですかね。いや、チェーン追上があったんですよ。いや、いい話が出ましたね。あったんですよ。ジャイアンツ以上ありましたね。はい。もしかしたら昔好きだったチームの生まれ変わったところでしょうね、多分。違うんですよ。違うの？はい。言えんの？それも。これを、金額は言えないですけど、うん。チームは中日です。中日出てきたか、ドラゴンズ。はい。やっぱり、もう逆に、思うんですけど、やっぱり、山口俊が中日にイコールプラスじゃないですか。中日に対して、まあ彼が15勝するって言ったら、中日が15勝プラスになるんですよ。はい、ジャイアンツに行っちゃったらジャイアンツが15になるんで、そこを絶対生かしたくないじゃない、ジャイアンツも。だからやっぱり、同一リーグの移動っていうのは、非常に、そういう戦いが起きやすかったのかな。そうですか。そうですね。中日がすごく良くて、うん、でその後に何チームか声かけてくれたんですけど、もうちょっとなんか金額聞くのが怖くなっちゃって。いやー、金額聞きたいよねー。なんかもうやっぱり想像、自分の中でその1億円プレイヤーになりたいとかあるじゃないですか。はい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 、で、やっぱりその野球選手だって1億円プレイヤーになりたいっていうもとで野球をやってたんですけど、うん、なんか金額を聞くたびに、なんか怖くなっちゃって、いや、もうちょっとお話しするとマネーゲームになるんで、もう僕大丈夫ですみたいな。いいやつだなぁ。でも今思うと、はい、もうちょっとビジネスライクに徹しとけば、はい、もう3号店が出せてたかもしれないです。それも思いますね。もうエステ以外にもうちょっと高く経営してるから、ジムとかもやってたかもしれない。そうですね。でもジムもやりそうだね、次。ジムはまだ考えてないですね。はい。要するに、やるためのその、なんか、ね、儲かりそうなやつにやった方がいいですからね。はい、まあでも本当にいい球団で。はい、だから結局そういうところで、やっぱり、はい、いいサラリーも、条件も、もらえたから、はいはい、まあ、それがこういうセカンドキャリアにも繋がってるのもありますよね、それね。それ間違いないと思います。間違いない、ね。やっぱりジャイアンツに行って、うん、いろんな方々とまた違うお知り合いができたりとか、うんうん、そういう出会いもたくさんあったので、はい、その野球以外の、そのセカンドビジネスがセカンドライフに関してはすごくいい。まあ、当然東京、はい、この辺近郊に住もうと思ってるし、はい、まあ、現在東京に住んでるんで、はい、その人脈みたいなものも含めて、はい、ちょっといろんな人たちと出会えたっていうのは大きかったと。それはめちゃくちゃ大きいと思います、ね。名古屋に行ってたら名古屋でまた一発当ててるような人たちもいっぱいいますよ、多分、はい。さあ、来ました。これが塩ちゃんこ。はい。今日は塩ちゃんこです、ね。もうちょっと時間経たないと見せられないですね。はい。これ、めちゃくちゃちゃんとしてる。俺も中日だったからね。え、うん、だよ。FA の時にね、来たから、結構来て、俺もすごい、正直中日の方が良かったよ。条件。はい、うん。ということで、中日ですか。はい。ねえ。いや、僕もなんか興味持ってもらって、はい、同じ縁を感じますよ。はい、僕は愛知だったんでね、はい、ドラゴンズなんかすごく、興味ありましたけれども。はい、じゃあもう、まあ、お金だけじゃないっていうところも、ちょっと正直思って。もう当時、ジャイアンツの GM やってた堤さんが、はい、やっぱりすごく熱心にやっていただいて、ね、もう僕最後はそこで決めさせてもらいました。あ、マネーゲームにならないように。はい。なんで、そうだね。なかなか
大体代理人通してずっとお話ししたんですけど、うん、最後、ちょっと、こう、もうちょっと代理人の方に、一回、二人で話させてくださいっていうところで、堤さんとお話しさせてもらった時に、はい、うん、まあ、昔ながらの辞表届まで出してくれて、うん、俺は取れなかったらもう辞める、みたいな、そういう、僕そういうのに弱いんですよ。言っちゃいましたよ。言っちゃいましたよ。これから山口さんと仕事するときにはそういう口説き方がありますよ。弱くて、うん、でもやっぱそこまでこう思ってくれるっていうのは、うん、もう頑張らせてもらいますっていう、はい。まあちょっと嬉しいよね、はい。その思いが伝わったっていうところで、はい、入ってみてどうですか、ジャイアンツ。思ったよりも、うん、その選手のみんなが仲良くて、はい、なんでしょう、そのチーム一丸感が強いなと思いました。もっと嫌なやついるかなと思うもんね。もうギスギスしてると思う。みんなそうなのよ。ジャイアンツ来たら、はい、ジャイアンツってなんかお高く止まってるっていうイメージだし、他、はいはい、球団がみんなね。そうですね。そうなのよ。全然お高く止まってないのよ、別に。ヤジも汚えしさ。ジャイアンツのヤジひどいよね。そうですね。うん、まあ、今の元木さんとかですね。元木コーチとか。あ、大輔もまた声がでかいからね。はい、もう、やっぱり、どこが紳士たれだって思うときはありました。確かに。僕らも野球やりながら、ひどいこと言ってんな、あの人たちは、と思って。でも、どの球団もやじは言うんですけど。はい、うん。まあ、でも、まあ、逆にそのフレンドリー感がまた、はい、住みやすかった、やりやすかったっ。そうですね。で、あとやっぱりピッチャーとその野手の、うん、あまりその、なんていうんですか、あれがなかったですよね。ギスギス感が。はい。もうなんか、みんな仲良くて、野手もピッチャーも。あ、もうなんか、片やね、もうちょっと打てよって言っての、はい、飲んでる、ピッチャー陣ばっかとかね。はい。もうちょっと抑えろよって言って野手が、はい。別っていうイメージじゃなかったんだ。はい。逆、それ強かったからですよ、多分。ね、うん。でも逆にその、まあ、当時、ヤシとピッチャーが飲むときに、飲んでる席で、ここが当たるんですよ。もっと打ってくださいよ、みたいな。お前のリズムが悪いからだろ、みたいな。なんか、そういうのがあって、あ、うん、でも逆にそんだけ言い合えるんだ、すごいなっていう。あ、それいいね。はい。かえって、裏でね。はい。そうなんですよ。裏で言ってた、はい、後から新聞記者とかそんなのところから漏れてきて、はい、嫌なイメージになるよりも。はい。あ、すごいなと思って、僕が間で。まあ、みたいな。もっと火つけなかったの？いや、さ、僕も、基本、平和主義なんで。平和主義。しかも、父様なんで、余計になんか、あ、そこまで言い合うんだ、みたいな。うん、でも、そういう時って、はい、例えば、まあ、シュンは結構の、年齢的に行った時に、はい、やっぱり野球界の習わしで、はい、やっぱ俺払わされるんだ、っていうのは、あったの？それとも、もうちょっと上に誰かいたの？僕行った頃はまだ払って、僕ら先輩もいたんですけど、うん、お名前出していいんですかね。いいよ。坂本が1個下になるの。はい。隼人が1個下、うん、菅野が2個下なんですよ。ああ、微妙だな。で、うん、感情が全部来るな。旬のとこに来るね。なんか来るね。山口さんどうしたらいいですかって聞かれるんだよな。あの辺はやっぱり辛いよね。はい。で、食事、たりしても、もちろん払うんですけど、うん、たまにこう、よし、今日飲むぞみたいな感じで、バ、うん、ーンってなった時には、ハヤト、割り勘な、って言ってました。もういいじゃん、俺も先輩に友達でいいから割り勘な、って。まあ、ましてや、喫水のね、喫水で巨人でお世話になってきてんだったらまだ別だけど、俺途中から来たからって、何言ってんすかーしゅんさんって言われてんの。しゅんさんですね。シュンさん、何言ってんすか？いくら FA でもらってんですかっていうことで。そうそうそう。そこを突っ込まれるんだよね。なんか、想像つくね。その飲み会ね。そうか。まあでも、まあ、結構そういう決起会じゃないけど、はい、やっぱシーズン通して、はい、なんだかが折に触れて飲んだりもした、みんなで。そうですね。ポイントポイントで、で、普通に選手、ここも食事行ったりとかもしてましたし。うん、あ、だからコミュニケーションしっかり取れてたんだよね。そうだと思ってます。はい。これ今、普通にこう喋りながら、全部鍋の具合の感じとか、この辺をちょっとね、こう、皆さん見てる人たちが、
感じ取ってほしいね。慣れてんなっていう。ね。このバターの溶かし方とかね。こういい感じで出てきましたよ、これ。塩ちゃんこ。まだ肉がちょっとね、赤いんでね、ダメですね。はい、じゃあこれちょっとおかわりもらいます。さあ、来ました。いただきます。またいいですね、うん、箸上げ、うん、やっぱ塩だからさっぱりしてんの味が、うん、しつこくない。もう僕らみたいに年齢になるとこういうさっぱりした味もすごくいい。うん。出汁がすごくいい。あ、つみれ置いてる。これ大丈夫。つみれも。おいしいです。おいしそう。なんかマジでうまい。お酒進みますか？お酒よりもこれはもう完全に食事したいよね。食事うん。うん。おいしい。一瞬で食べましたね。はい、山口一瞬です。